ホンダゴールドウィング、ゴールドウィング、ゴールドウィングは、ホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。北米におけるモーターサイクルとは何かを徹底的に追求し、過去の延長線上ではなく、これまでのモデルすべてを白紙に戻した上で、1972年に開発プロジェクトを発足。水冷水平対向エンジンシャフトドライブエンジン直下。 に搭載するトランスミッションなど、従来の同社製オートバイとは、全く異なった機構を搭載し、1974年に、埼玉県狭山市新狭山の埼玉製作所、狭山工場、現、埼玉製作所狭山完成車工場で、初代モデル GL1000 の生産を開始。同年10月に、西ドイツ、現、ドイツ連邦共和国で開催された、ケルンモーターサイクルショーへ出品。 1975年に北米での販売を開始した。世界トップクラスのパワーと大陸横断を可能にする快適性並びにパフォーマンスから当初は川崎 Z1 に対抗するネイキッドスポーツモデルとされたが購入後すぐにフェアリングラゲッジを取り付けグランドツアラーに仕立てるユーザーが多かったことからコンセプトは長距離スポーツツアラーへと徐々に変化した。 当初は北米向け仕様のみとされたが、数度のモデルチェンジで排気量を拡大し、1988年以降は日本国内での販売も開始。2018年現在では SC79 型 GL1800 が製造販売されるが、これまでの累計生産台数は約79万5千台である。歴代モデルに共通する点としては、 スポーツツアラータイプの大型自動二輪車で、オートバイとしては、珍しい水冷サイチェシー水平対向エンジンは、GL1200 までが4気筒、GL1500 以降が6気筒を搭載。低重心レイアウト、低回転域から強大なトルクを発生させることによる、エンジン特性、静寂性により、世界最高水準の環境性能を実現する。またブレーキは、前輪がダブル、 後輪がシングルのディスクブレーキを装備する。また装備品も多岐にわたっており、SC68 型ではエアバックプリーロードアジャスター気候付けサスペンション、電動式工軸調整機能付けディスチャージヘッドランプ、オーディオシステムナビゲーションシステムシートヒーター、電動完結ワイパーなどを標準装備する。生産拠点は、初代モデルが上実した埼玉製作所さやま工場、 二代目の GL1100 以降 SC47 型 GL1800 までは、アメリカ合衆国オハイオ州の現地法人である、ホンダオブ、アメリカマニファクチュアリング・ホンダオブアメリカ MFG、インク、SC68 型以降は、熊本県菊池郡大津町日向川の熊本製作所である。社名については、ホンダ技研工業では、ゴールドウィング、GL 廃棄業クラスを、 公式表記としている。なお、以下では形式ごとに解説を行う、形式名、社名ともに、GL1000、1974年に発表された、車重 265kg のモデルである。内径 X 工程、72.0X61.4mm、排気量 999cc、圧縮比9.2から、最高出力 80PS。 7500rpm 最大トルク 8.3kgm 6500rpm のスペックを発揮する特徴として燃料タンクをシート下に配置し通常のタンク部分はダミーとした上で電装系ラジエーターリザーバータンク着脱式キックスターターを搭載ホイールはアルミリムのスポークタイプである またモデルイヤーごとの変更点を以下に示す。以下の装備を持つ LTD を追加。以下の仕様変更を実施。以下の仕様変更を実施。以下の仕様変更を実施。実施形式名 SC021980 年以降に製造されたモデルで、シリンダー内径を 75.0mm へアップさせ、排気量を 1085cc まで拡大したモデルである。 生産拠点をアメリカに移したほか、添加装置をフルトランジスタバッテリー式へ変更した上で、パワーよりもトルクを重視したエンジン特性、ホイールベース延長、ライダーとパッセンジャーのスース拡大、エアアシストサスペンションの導入などツアラートしての進化を図った。また、先代の GL1000 では、オプション並びにサードパーティー製のフェアリングトランク、サイドバックなどを標準装備するほか、 オプションで、ステレオシステムも設定した、インターステート、インステートをラインナップした。モデルイヤーごとの変更点を以下に示す。標準車、インターステートともに、以下の仕様変更を実施。インターステートに、オプションとして、以下の装備を追加インターステートに、以下の装備を付帯させた上級モデルのアスパン系度、アスペン系度を追加設定標準車を含む。 全モデルで以下の仕様変更を実施。全モデル共通で以下の仕様変更を実施。インターステートに以下の仕様変更を実施。アスペンゲートに以下の仕様変更を実施。なお本モデルは日本への正規輸入は行われなかったが、サイドカー付け白バイ仕様が並行輸入されており、東京都中央区京橋にある警察博物館で展示保存されている。 形式名 SC14GL1100 からのフルモデルチェンジ車で一家の仕様変更を実施して1984年から製造販売されたモデルである。またグレードは GL1100 と同様に標準車、インターステート、アスペンゲートとし、アスペン系ドにはラジオ、カセット、インターコムシステムを標準装備とした。モデルイヤーごとの変更点を一家に示す。 標準車を廃止した上で、アスペンゲートをベースに、以下の装備を付帯させた LTD を追加設定。形式名 SC221988 年から製造販売されたモデル。試作段階で15種類のマシンを製作し、テストを繰り返し行い、搭載エンジンを内径 X 工程イコール 71.0AX64.0mm。 排気量 1520cc、圧縮比9.8、最高出力 97PS、5000rpm、最大トルク 15.2kgm、4000rpm、水平対向6気筒の SC22E 型とした、ほか、以下の変更を実施した。また、GL1200 からは、クルーズコントロールシステム、オーディオインターコムシステムなどは継続して装備するほか、 シート口は当初 770mm としたものの口述する日本国内向け仕様では1990年デルでは 755mm、1995年モデルでは 720mm と2回に渡り低下を実施した。本モデルは日本でも運輸省、現国土交通省の形式認定を取得したことにより、ホンダオブアメリカが製造事業者、 ホンダ技研工業が輸入事業者となり、1988年4月8日発表、同月9日発売で500台限定の正規、輸入車として販売が開始された。以降は、以下のスケジュールで日本国内仕様のモデルチェンジを実施。形式名 BCSC47GL1500 からのフルモデルチェンジ車で、GL1500 からは主に以下の変更を実施。 日本国内使用は以下のスケジュールでモデルチェンジを実施。2011年10月6日発表同月21日発売。アメリカ生産によるモデルイヤーごとの限定販売を終了させ、同社熊本製作所での通年受注生産とした上で形式名エブル SC68A の変更を伴うモデルチェンジ。搭載エンジンは SC47E 型が キャリーオーバーとなったが、以下の変更を実施した。バリエーションは、標準車並びにエアバッグナビを設定。以降は、以下のスケジュールで、日本国内仕様のモデルチェンジを実施。なお本モデルをベースに、これまで本シリーズに目を向けてこなかった世代の思考を、徹底的に分析、新たな世代に向けたユーザー層拡大をコンセプトに、形式名も、同じエル s c の、 派生モデルが2車種作り販売された。街を殺走と、スタイルインパクトザホンダプレミアムクルーザーをキーワードとし、比較的若い世代の感性にも訴えることを目的として開発された。CTX シリーズの上位クラスとしても設定され、基本コンポーネンツやスペックは上実した2011年以降のモデルと共有するものの、消費税抜き希望小売価格を190万円に、 設定し、主に以下の使用変更を実施した。2012年に北米向けとして発表され、日本国内使用は2013年2月26日、発表、同月28日発売。以降は以下のスケジュールでモデルチェンジを実施。2016年に講述する会 6C も含み、日本国内使用は生産終了を公表。 北米向け車両として2013年に発表された、ワルキューレシリーズ3代目ゴールドウィングバルキリー、ゴールドウィングワルキューレの日本国内向け仕様である。本シリーズより、アメリカン志向を強く打ち出した仕様で、ホイールサイズを19インチ、前、17インチ、後とし、燃料タンクはダミーではなく本シリーズでは唯一となる、通常のスチール製にする、どの際があるほか、回6倍と同様に、 電動リバースシステムを廃止した上で、サイドトランクやオーディオ類も装備しないために、車重はベースモデル比マイナス 75kg の 342kg となった。日本国内では2014年4月14日発表、同月22日発売。さらに2015年3月6日発表、同月13日発売でカラーリング変更のマイナーチェンジを実施したが、 2016年に上述した回6バイトとともに日本国内使用は生産終了を公表。2016年7月1日に施行された欧州ユーロ4と WMTC を参考とした規制値及び区分の平成28年排出ガス規制に適合させた SC47 型以来17年ぶりのフルモデルチェンジを実施したモデルで2人の感動に一層の 輝きと充実をザ・ホンダプレミアムズ・アラーをテーマに開発。北米向け輸出仕様は2017年秋に発表発売されたが、形式名に BLSC79 の日本国内、仕様は2018年1月12日発表、同年4月2日発売。本モデルでは以下の仕様変更を実施した。このほかコンパインド ABS ETC 車載機、 トラクションコントロールシステムなど従来モデルから継続搭載され以下のモデルをラインナップする。年間販売目標はシリーズ全体で500台、年で本モデルよりドリーム店のみでの販売となる。2018年10月12日発表以下の仕様変更を実施した2019年モデルを同年11月9日発売。本モデル以外で GL の商標を使用するモデルには以下のモデルが存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。